アイリッシュハープの音色、そしてカノさんのスキャット、ユリ&カノ、サウンドオブララというグループ名、このハグザライフ、命を抱きしめようのためにオリジナルの楽曲、プレシャス、大切なとか重要なという意味、このタイトル、プレシャスのオリジナル楽曲を作ってくれました。アイリッシュハープとスキャット、これを BGM にしながらオープニング、そしてエンディング、お届けしてまいります。10月からも愛浦弥生、このハグの番組、続投でお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして、2019年10月1日火曜日、毎週火曜日3回の放送をお届けしてまいります。収録の番組、ハグザライフ、命を抱きしめようです。高齢になっても、そして病気の時にも、障害を持ったとしても安心して暮らせる街づくりを目指して、介護、医療、福祉の情報をお届けしていく番組です。朝は10時から、そしてお昼は2時から、夜は7時からと3回の放送です。さて、今日は10月1日、コミュニティラジオ局 FM 戸塚にとっては改編の月であります。10月1日のこの改編に合わせながら準備を進めてまいりました。新しい番組表、タイムテーブルとも言うんですが、出来上がってまいりました。どうぞスタジオまでお近くの皆様は取りに来てください。ホームページも随時更新していきますので、こちらもご覧くださいね。遠くで聞いてくださっている皆様も本当にいつもありがとうございます。新タイムテーブル、いつもは私たち FM トスカのキャラクター、桜トットちゃん、イラストで登場している表紙なんですが、今回は桜トットちゃんの写真バージョンが大きめに写っていますよ。2019年10月1日から2020年3月31日までの FM 戸塚タイムテーブル、そして中を開いていきますと、1ページ2ページと生放送の番組を掲載しています。私のもう一つの番組、土曜日の生放送、朝9時からのラジオの絆も、この2ページにピンク色で、モレラ東戸塚スタジオから生放送と掲載されています。そしてこの番組、ハグザライフ、命を抱きしめようは3ページブルーで統一されていますのは収録番組なのです。3ページの中ほどに、火曜日の10時からと14時からと19時から、10時からが本放送、そして14時と19時が再放送という形で掲載されています。ハグザライフ、命を抱きしめようのキャラクター、クマさんが抱き合っている、そのイラストもこのハグの番組の中に載っています。ご覧になってくださいね。それでは10月1日、改編後もこのオープニング、
サウンドブララのプレシャスに乗せながらお届けしていきます。この番組を支えてくださる皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上3社の提供でお送りします。10月からのハグもどうぞよろしくお願いいたします。そうそう、お相手あゆらやよい、北海道札幌出身、そしてこの横浜市戸塚区に住んで33年目であります。オレンジ色が大好きで、誰かと仲良くなることが幸せで、初めての場所にもえいっと扉を開けて一歩進む勇気も持ち合わせている。まあ、これは年齢とともにこう微妙に変化もしていったものでありますが、そして経験をしながらというふうにも感じています。あいうらは相談の層に、山水の三浦半島の裏、そしてひらがなで弥生、3月生まれの弥生です。63歳であります。それではハグ、10月1日スタートいたします。それでは10月1日のハグザライフ、命を抱きしめよう。まずはラジオネームあめちゃんにごめんなさいと伝えなければいけません。リクエストいただきました、曲、次の週にお届けすると言いながら先週お届けすることが叶いませんでした。今日ラジオネームあめちゃん、泉区で泉のカフェ出会いを展開している、ラジオネームあめちゃんからのリクエスト曲、手紙、親愛なる子供たちへ、樋口良一さん。今日この後の、番組後半、中盤あたりかな、お届けしていこうと思っています。待っていてくださいね。対策、樋口良一手紙、どうぞ皆様、楽しみに聞いてください。今日の一曲目、この曲から、新しい扉を開けて進むときには勇気が必要です。私にとって大切な一曲、どうぞ、聞いてください。山田美也子歌、勇気一つを共にして。これは昭和8年生まれの片岡さん、そして越部さんのコンビで作られた楽曲です。今日の一曲目は、勇気一つを共にしてお届けしました。作曲は1933年生まれ、昭和8年生まれの越部信義さん、2014年に亡くなられました。作詞は片岡光さん、同じく昭和8年に生まれ86歳でお元気です。片岡光さんはあのグリーングリーンも作詞しているのです。ある日パパと二人で語り合ったさのあの歌なんですね。たくさんの、歌を作詞している、合唱曲を作詞していることで有名な片岡光さん、札幌の一人暮らしの母と同い年だなと思いながら今日も一曲目をお届けいたしました。
山田美代子さんの深い歌声、勇気一つを共にして、皆様いかがだったでしょうか。改編後最初のハグザライフ命を抱きしめよう、今日のメインコーナーは今年63歳、来年は64歳になる私でありますが、人生の先輩たちとお話をするたびにつくづく思うのです。そしてそのことが E.H. エリクソンの発達段階論の中に見事に表現されているような気がして、今日は E.H. エリクソン発達段階論の一部をご紹介したいと思います。皆様どのようにお考えになるでしょうか。老年期の課題は英知という強さを獲得することです。それは死を目前にしての人生に対する挑戦とした態度であり、身体的精神的機能の衰えにもかかわらず、過去の経験を一貫したまとまりのあるものとして統合し、そのような統合された経験を次世代に伝えることです。この定義は3つの要素に分解できます。第1は統合で、過去の人生全体を顧みてそれとうまく折り合うことです。中でも重要なのは人生における過去の比較的重要な選択、過去、職業、結婚、子育てなどを肯定し受容することです。第2は次世代を育むという役割で、親としての次世代の再生産のことではなく、老年期特有の祖父母的育みです。これは世代の連続の感覚を与えてくれますから、不死の感覚を得るのに役立つとエリクソンは考えます。そして第3が生から撤退する準備、すなわち死への備えです。 E.H. エリクソンの発達段階論、老年期の課題、あなたはどのようにお考えになるでしょうか。私はしみじみと共感しているのであります。それではここからは連続エッセイのコーナーです。今日は第一火曜日ですので、みずほさんの連続エッセイ、弥生さんお世話になっていますみずほです、とお手紙も添えてくれました。10月エッセイよろしくお願いします。ハグの連続エッセイを担当させていただいてから早くも2年になりました。ああそうね、みずほさん、毎月毎月ありがとう。だからもう24回ということだよね。お休みなく連載を続けてくれています。弥生さんはじめ FM 戸塚さん、ハグの皆さん、リスナーの皆さん、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします、といただいています。みずほさんのお手紙さらに続いていますのでね、これはお便りコーナーで美味しいお料理に挑戦したという話をお届けしていきます。それでは10月の連続エッセイ、梨売りと仙人、秋の味覚が登場するお話です、と水尾さんが大好きだったお気に入りの絵本の一つから
紹介してくださっています。長いお話なものですからね、前編後編と分けさせて、来週もまたその後半をお届けしていきます。続きをお楽しみに。梨売りと仙人、昔々の中国のお話。町の広場で一人の男が道行く人々に梨を売っていました。荷車には大きくて見事な梨が山のように乗っています。さあさあうまいよ、甘くて大きな梨だよ、試しに一切れどうだい、ほれお前さんも。男はそうやって集まってきた人たちに小さく切った梨を配っていました。いやー本当だ、これはうまい、こんな梨は今まで食べたことがない、なんてみずみずしくて甘いんだろうと大変な評判。梨はどんどん売れていきます。さあさあ買った買った、うまい梨だよ。すると一人の老人がやってきて梨売りの男に言いました。すみませんが、わしにも一つもらえんかね。そのみすぼらしく汚い姿をした老人を梨売りはじろじろと見ながら言いました。そりゃいいが、じいさん、金はあるんだろうな。それが金は持っていないんです。今日は朝から何も食べていないし、喉はカラカラだ。どうか一つだけいただけないかね。気の毒だが、金がなくては話にならん。そう言って梨売りは梨の乗っている荷車に立ちふさがりました。老人は何度か梨をもらえるように頼みましたが、言えば言うほど男は老人の話など聞こえなかったようにするのです。集まった人たちはそのやりとりを聞いていて、なんだか老人が気の毒になりました。そこでその中でたくさん梨を買った一人が老人のそばに来て、そっと一個の梨を手渡しました。ああ、これはありがたい、ご親切に本当にありがとうございます、ではいただきます。老人が勢いよく梨にかぶりつくと、あっという間に平らげてしまい、最後に口の中からペッペッと種を吐き出し手にのせました。本当においしい梨でした。この梨をくれた人だけではなく、私を気の毒に思ってくださった皆さんのために、今度はわしが皆さんに梨をごちそうしましょう。そう言って足元の地面を靴の先で蹴って浅い穴を掘ると、梨の種をそこにまいて、水を持っていた人に水をたっぷりとかけてもらいました。みんな何が始まるのか興味津々、あたりを囲んで見守っています。梨売りも一緒に見ていましたが、年寄りのたわごととバカにしていました。そして老人は水を含んだ地面を持っていた杖でトンと叩きました。すると不思議なことに、さっき埋めたばかりの梨の種から小さな緑の芽が出てきたではありませんか。皆が驚いて騒ぎ始めたので、梨売りも慌てて皆の後ろから覗き込みました。梨の芽はスルスルと伸びていき、それも伸びるたびに太くなって、あれよあれよという間に見事な一本の木になりました。人だかりはさらに増えていきます。老人が地面をたたいて大きくした木は、みずみずしい緑の葉を茂らせたかと思うと、木のあちこちで美しい白い花を次々に咲かせ、あたりに甘い良い匂いがいっぱいに広がります。みなその香りを嗅ぐだけで、なんだかとても幸せな気分になりました。そこへさーっと
風が吹いたと思うと、花はハラハラと散り、次には小さな実がなり、それがどんどん膨らみ、ついに大きく立派な梨になりました。人々は驚き喜び、手を打って生やし立てました。さあ皆さん、どうかお好きに食べてください。この梨も甘くて美味しいですよ。人々は皆それぞれ老人の梨の木から梨をもいで食べてみました。それはなんと甘くみずみずしく美味しい梨だったでしょうか。本当に今まで食べたどの梨よりも美味しい梨だと誰もが思いました。続く。それではラジオネームあめちゃんのリクエスト曲、手紙、親愛なる子供たちへ、樋口良一をお届けします。あめちゃんのメッセージ、すぐ次の週にお届けできずに、このリクエスト曲ごめんなさいね。認知症関連のセミナーに参加してきて、そして最後に樋口良一さん、シンガーソングライターのミニコンサートだったということなんです。手紙というこの樋口良一さんの歌を教えてくれたのは弥生さんでしたね。私のカフェでも皆さんに歌詞を紹介し聞いたことがあります。生の歌声はすっごく胸に響きました。樋口さんもお元気そうで安心しました。弥生さんにこのことを伝えたくてメールしました。リクエスト曲、手紙、親愛なる子供たちへ、樋口良一お願いします。泉のカフェ、出会い雨よりといただきました。ありがとうございます。8分強の対策。原作詞不詳、訳詞住友夫、作曲樋口良一、手紙親愛なる子供たちへをお届けいたしました。それではここからは戸塚区薬剤師会インフォメーションです。今日は10月1日、10月は5週火曜日がありますのでね、来週から丸山先生、未来薬局の丸山先生のインフォメーションをお届けしていきます。今日は戸塚区薬剤師会の会長に就任した吾妻隆さん、柏町在住52歳、タウンニュースから吾妻隆さんの戸塚区薬剤師会会長に就任の記事ご紹介していきます。戸塚区内の約60の薬局が集う区薬剤師会の会長に就任した。薬剤師の資質向上を目的に研修会を行うほか、日進月歩の業界情報を密に共有するため加盟薬局同士の連携を図る。会の取り組みは休日休館診療所での対応や学校薬剤師など多岐にわたり、地域の健康を陰ながら支える奥深い仕事と実感。熱心に活動を進める中で、患者の服薬情報を継続的に把握管理するかかりつけ薬剤師の育成支援に注力。10年間にわたり研修部会の代表を務めた。積極性と実績が買われ、ついに牽引役に抜擢された。幼い頃から看護師の母の背中を見て育ち、いつか命に関わる職にと考えていた。その思いが増したのは中1の頃、妹が脳腫瘍で他界して、病気で苦しむ人に寄り添いたいと薬科大へ。卒業後は医師に薬品情報を提供する職や総合病院での調剤に従事したが、仕事に対してどこかわだかまりを感じていた。やりがいはあったが、
患者さんと直に接したかった。考え抜いた末、自身の知識を生かし、健康に不安を抱える人へ手を差し伸べようと、17年前に地元で独立を決意。住民へ愛を持って向き合う意思を、愛薬局の店名に込め、今も地域から慕われる。会と薬局の両方にとって、東日本大震災の影響は大きかった。薬品が入手困難に、でもなんとか会員の間でやりくりして乗り越えたと振り返る。この経験を踏まえ、会では災害時の対応法を喫緊の課題として掲げる。まずは医師会や総合病院などとタッグを組むことが重要。区民の健康を第一に邁進します。タウンニュース7月11日号の赤妻隆さん、戸塚区薬剤師会の会長に就任の記事の中から一部をご紹介しました。それではお便りコーナーです。まず最初は、今日の連続エッセイも書いてくれましたみずほさんのエッセイに添えられたお手紙。弥生さん、お世話になっています。みずほです。さて、涼しい季節になりました。休みの日にはよく家族の晩ご飯を作るので、スーパーに買い物に行きます。まあ素敵。柿やかぼちゃ、サンマ。私の場合、秋の訪れを真っ先に感じるのは食材コーナーを散策している時だったりします。はい、先日はバロディーヌという料理に挑戦してみました。開いた鶏もも肉にひき肉やピスタチオなどを巻いて詰め、火を通したフランス料理です。この時期はピスタチオの代わりにごぼうなどを入れても美味しいかもしれません。しっかりお肉を巻けば割と綺麗に美味しくできました。家族からも評判だったのでよかった。お祝い事やパーティーなどにもおすすめです、ということでね。バロディーヌ知らなかったですよ。みずほさん、ありがとう、教えてくれて。ね、しっかりと巻いて、そうするとこう切り口が綺麗なんですよね、切った時のね。そしてそれをこう並べるとパーティーにもワーオーと、持ち寄りお料理の時のタッパーを開けた時の歓声が聞こえるようですね。みずほさん、ありがとうございます。10月エッセイは前編後編と分けて、さあ一体どうなったことでしょうというね、今日の梨売りと仙人のお話の続き、来週お届けしていきます。ありがとうございました。そして次のお便りは、おもちゃ病院、お知らせをいただきました。東戸塚地域活動本部光の斉藤理事長から、相浦様、新しく開業された病院です。機会がありましたらどうぞといただいています。東戸塚光おもちゃ病院開設のお知らせ。全国組織のボランティア団体おもちゃドクターの福田さんが、おもちゃと修理を行っている病院、日本おもちゃ病院協会会員ナンバー1903、福田さんです。東戸塚地域活動も光の中に、おもちゃを直してくれる病院ができます。直ったおもちゃでまた遊ぼうよとチラシには書いてあります。9月からスタートしましてね、毎月第1第3火曜日ということで、今日が10月1日ですので第1火曜日、祝祭日を除くということですが、10月1日今日はね、平日でありますので、今日も9時30分から12時まで
行っていらっしゃったんですね。最終受付は11時30分まで、東戸塚地域活動ホーム光の地域交流室です。斉藤理事長、お知らせを本当にありがとうございます。10月は第3火曜日は、次は1、2、3、10月15日ということになります。まあ、火曜日のちょうどハグの日にということでね、まあ、取材にお邪魔してまたお届けすることも良いですね。ご紹介ください。斉藤理事長、おもちゃドクターの福田さんをお願いいたします。さてさて、次は皆様からいろんな情報をいただいていますが、矢部福祉祭りの情報をお届けします。上矢部地域ケアプラザの広報上矢部の情報の中から、そしてこの矢部福祉祭りは去年もお邪魔して、今年もぜひ行きたいと思っているお祭りです。10月5日土曜日、今週の土曜日11時から13時30分まで、雨天決行、ただあまりの悪天候の場合中止のこともあるというふうに添えられています。矢部配合公園、矢部町の1283-28 です。戸塚からバスに乗って道祖神前下車、矢部配合公園、分配のパイに配るという字に、ふるさとの里、配合公園、昔のね、何かその地名だったりしたのでしょうかね。小さな公園なんですが、本当にあったかい矢部福祉祭りです。昨年に引き続きレモネードスタンドが出店します。このレモネードスタンドで出会った春樹くんでありました。戸塚高校の高校生、夜間の部にね行っている春樹くん、病気と向かい合いながらの春樹くんと出会えたのが1年前、その後もねメッセージを寄せてくれたりということでつながっている春樹くん、お会いできるでしょうかね。行きます。私は土曜日を生放送、ラジオの絆なので終わり次第駆けつけようと思っています。バルーンパフォーマンス後にはバルーンのプレゼントがありますので、ぜひご参加くださいと、書かれてあります。11時から開会式、11時15分から野菜販売開始ね、きっとあっという間に売り切れちゃうんでしょうね。11時半から僕はレモネード屋さん朗読会ね、これは春樹くんに教えてくださった春樹くんが教えてくれたね、四郎くんのレモネード屋さん、僕はレモネード屋さんなんだよね、きっとその本が新しく出たので、朗読会も開かれるということでしょう。12時からは獅子舞、八頭矢部西、お囃子連中の皆様です。そして13時からバルーンパフォーマンス、バルーンメロディ、そして閉会式13時30分というふうになっています。焼きそばや小さな声なんだけどね、もう所狭しとですよ。焼きそば、豆腐ドーナツ、フランクフルト、カレーライス、焼き鳥、おでん、ポップコーン、まあこんなにいっぱいでしたでしょうかね。イージーカフェ、これは上矢部のケアプラザで美味しいコーヒーをハンドドリップで入れてくださるグループイージーカフェの皆様も来てくださるんですね。新鮮野菜販売、手作り小物、お菓子、赤い羽根共同募金、子ども工作コーナー、そしてレモネードスタンド、これは小児がん支援チャリティのレモネードスタンドです。盛りだくさんの矢部福祉祭り、10月5日土曜日11時から13時30分、いらっしゃる皆様、向こうで私を見かけたら声をかけてください。矢部福祉祭りの情報もお便りコーナーでお届けしました。
レモネードスタンドの皆様、待っていてくださいね。さあ、もう一つこのお知らせもメールでいただきました。第6回、さあ先ほどのね、矢部福祉祭りは第9回になるそうです。第6回は木原生物学研究所主催市民講座、お酢で世界の干ばつに立ち向かうという講演会のお知らせです。11月23日の土曜日祝日、少し先のことになりますが、10時から11時30分、横浜市立大学木原生物学研究所、舞岡にあるんですよ。横浜市立大学の木原生物学研究所3階ホールで行われます。申し込みが9月24日から受付開始していますのでね、先着120名となっています。ファックスまたはメールでお送りいただくか、電話にて申し込みをお願いしますということで、お電話番号をこの後お届けしますので、メモのご用意を。またこの木原生物学研究所主催市民講座でインターネットで確認していただくと、さらに詳しいことを見ることができます。お車でのご来場は駐車スペースがありませんので、ご遠慮ください。11月23日土曜日祝日です。私は残念ながら生放送なのでね、土曜日のこの時間午前中は伺うことができませんが、非常に興味深いのです。どなたかいらっしゃった方、ぜひともね、その様子を教えてくださいね。お酢で世界の干ばつに立ち向かう内容をお話します。植物は乾燥を感じると体内で酢を作り出し、水分欠乏に耐えるという植物の新しい生き残り戦略を発見しました。酢を作り出すと体内で、なるほど、まあ、お酢のものが本当に好きになっているこの、年齢を重ねてきている相浦弥生なんですけれどもね、酢ということに非常に興味があるんです。植物の新しい生き残り戦略、この自然のメカニズムをもとに、極度の乾燥と高温から植物を守る技術を開発、確立しています。家庭の鉢植えや畑の作物、森林の保護に至るまで、環境を汚染することなく全ての植物に利用できる技術です。このシンプルで安心安全な新技術を使って、世界中の異常気象被害に立ち向かい、食料問題の解決と森林などの緑資源を守る取り組みを始めています。わあ、素晴らしいですね。講師はキム・ジョンミョン、アクプランタ株式会社代表取締役社長のキムさんのお話です。11月23日横浜市立大学木原生物学研究所で行われます、お酢で世界の干ばつに立ち向かう。いつもね、この市民講座 FM 戸塚に情報を寄せていただいています。ありがとうございます。皆様にご紹介いたしました。今日のお便りコーナーでした。お電話番号をお伝えしますね。横浜市立大学木原生物学研究所、舞岡キャンパス、舞岡町641-12、電話番号045-820-1900 045-820-1900まで
お申し込みをお願いいたします。受付時間は月から金の9時から17時、祝日除くとなっています。今日のお便りコーナーでした。さあ、今日10月1日から郵便料金が変わりましたね。番組宛てお手紙をくださる皆様、ちょっと値上がりでありますが、待っています。はがきが62円から63円になり、定型郵便物封書は82円から84円になりました。また新しい切手で、デザインの新しいもので、またはさらに1円や2円を足してですね、送ってくださる皆様、お待ちしています。10月1日のハグ、お別れの時間です。この番組を支えてくださる3社の皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック。処方箋受付から在宅訪問まで、幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ履き平安薬局。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光。以上、3社の提供でお送りしました。お元気で10月もお過ごしくださいね。またお耳にかかりましょう。ハグ、相浦弥生でした。さようなら。